ジュピター賞は、南太平洋、ニュージーランドとトゥアモテュ諸島の間に存在したとされる暗礁、幻島の一つとされる。ジュピター賞は、ドイツの小船、ジュピターの指揮者であったキングによって発見報告がなされた。ジュピターは、オーストラリアのニューカッスルからタヒチの間の航海を行っており、1878年12月3日の夜、 南位36度37分整形150度15分、南位36.617度整形150.250度、マイナス36.617マイナス150.250付近で暗礁の近辺を通過したと報告した。この暗礁は2箇所に分かれており、それぞれ直径は約30ヤード、その間は0.25マイルと観測された。この暗章について、 これ以上の情報はない。ジュピター賞の近傍には、エルネストル・グベガン賞、ワチュセット賞、マリア・テレサ賞、タボル島といった存在しない島、賞が複数報告されていた。ありがとうございます。